超簡単、一手間で激うま親子丼。材料はこちら。鶏もも肉を大きめの一口サイズにカットしていくよ。玉ねぎは火が通りやすいように薄切りにカット。つばは食べやすく2センチくらいかな。油を入れて火をつけるよ。鶏ももを投入。皮面から焼いていくよ。皮がパリッとするまで焼いたら、一度お皿に入れるよ。フライパンに玉ねぎを入れて、お酒大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2、顆粒和風だし小さじ1/2、お水 80cc を入れて、鶏ももも合流して、強火で煮込んでいくよ。卵をお椀に割って、よーくかき混ぜるよ。溶いた卵をくるくる流し入れて、蓋をして弱火で数分。半熟加減はお好みで。つばをパラパラ、ご飯の上に豪快に盛り付けていくよ。卵黄を乗せてつばを飾ったら、親子丼の完成。ぜひ作ってみてね。